餅ちつつじは、つつじかつつじ属に属する植物。落葉低木。本州と四国に分布。主に低山地や丘陵地に自生し、高さ1から2メートルになる。明るい林の中で多く見られ、通常4から6月に開花する。しかし、散発的に年間を通して咲いているのも見られる。花びらは5枚あり、濃厚色の斑点などが見られる。葉は秋を迎えると紅葉し、 目を囲む一部を除き、大きく茂った葉は落葉する。また、樹皮は暗褐色、または暗灰色をしている。花の描く柄、葉、若枝、脂肪、果実に染毛が多く見られ、そこから分泌される液滴によって粘着性を持つ。野外ではここに多くの昆虫が粘着して捉えられているのが観察される。この染毛は花にやってくる花粉媒介に預かる、 以外の昆虫を捕殺して、花を昆虫に食害されるのを防ぐために発達したものらしく、実験的に綿毛を剃ると、花は手ひどく食害される。また、ここに捕らえられた昆虫を餌とする昆虫も知られる。ヤニサシガメなどのサシガメ類はよくここに居ついているほか、モチツツジカスミカメという、ここに専門に居つくカスミカメムシかのカメムシも知られており、自らは、 戦争に粘着することなく、この上を自由に歩き回って捕らえられている昆虫を捕食する。花柄の粘りが鳥餅などに似ているとして、名前の由来となっている。また、餅が由来として、餅筒じと書かれる場合もある。園芸用筒じの後輩親としても用いられ、園芸種には花車などがある。その他、野外では花を折り取って、衣服や帽子にくっつける、という楽しみもある。 ありがとうございます。